死んだ。ダブルだ。お願いします。お願いします。難しいね。広いとね。うん。10秒後にサボタージュドキルお願いします。解散。いやー、なんかリズメできないよね。リズメっていうのかな。推理しづらいというか、アリバイがない人があまりにも多いから難しいね、このマップ。もう浮いてる人を探すぐらいしか、推理要素がないんだよね。ゲン、魚、高田。高田。千早さん、わっ、あ、こ、やっぱやめよう。ここはスカイコ、死んでず見るか。死んでそう。あ、プロ、これでした。ごめん、青黒が死んでたの分かってたんだけど、3キル目がそろそろ起きるかなと思って、もう押しました。ああ、そういうことか。で、アドミンで、ストレージ1、いたのだけ確認したんで、はい、ストレージに死体があることは間違いないですね。ちょっと、レポートだと、もう1キル起きそうだったんで、押しました。なるほど。なるほどね。ストレージ。おそらく、最終いませんよね、ストレージ付近とか、中入った方。いなさそうじゃない、この感じだったら。左下にトータス、ゲン、テラゾー、あと誰いたか、誰もいないか、その3人か。高田さんをちょっと最後に見たかな、最後じゃない、途中で見たかな。いやー、先端、魚目線はですね、高田健士とほぼ一緒にいて、ていうか、ついてこられたんですけど、うん、高田健士、白、先端ももう70ぐらい白だと思ってます。うんうんうん、高田健士と俺はずっと一緒にいました。初手エレクトリカルから、ボイラーの方行って、で、そろそろ誰か死んでるんだろうなと思って、心電図まで一緒にいたので、で、その時に先端からボタンを押されたって感じ。うん、レンさんは4人固まってましたね、エレクトリカル付近で。その後の行動は、エレクトリカルの後は、ドロップシップの上の方行ってますね。それ自には寄ってないです。その区間一人でした。で、そのエレクトリカルが一回目治った後、またしばらくエレクトリカルで佇んで、もう一回停電起きるかなと思って待ってました。ただその間誰とも会ってないのでアリバイはないですね。寺戸さんに会ったのはさらにその手前、ボイラー室あたりだったと思います。あ、もうエレクトリカル直すとき、入り口で門番みたいなのしてくれてたから、コードは白いかなと思いますね。ありがとうございます。サントスさんとクロムさんは多分左下に来てないんじゃない？結構左下にいる人がいる中で、見てないけど、誰も。見てない。うん。千早さん、一番最初に心電図とか見てない？心電図は見てないですね。スキップします。オフィスパーティー一緒に行ったんだよね、千早さんと。はい、行きましたね。テラゾーストーカーしよう。じゃあ、ナイトメアさんか、トータスさんがボタン押してほしいです。もしくはその2路あるんで、押さなそうだったら他の人。浮いてる人を探すゲームだな、マジで。押し負けました。はい、連鎖押したんだ。まあいいよ。じゃあナイトミヤさんとボタスさんの行動を最初から教えてほしいです。僕ずっと左側です。ごめんなさい、ニックやコート聞こえてますけど、ごめんなさい。はい、ずっと左側です。ナイトメアしょって右、ラボとかメトベイのあたりのタスクやって、で、そろそろ人が死んでるかなと思って、心電図確認したあたりぐらいからずっと先端の多分後ろつけてたと思います。
は左下からどんどん上。左側ですよ。O2 とか。O2 と。なんか水やりのやつとかやってた。水やりで。最初1はエレクトリカルです。千早さんは、最初、オフィスまでテレゾーさんとご一緒だと、自分は左に流れました。で、左にテレゾーさんが、いられたのを見てて、あの、千早い、名前出てませんでしたけど、自分も左下にいて、源さんともすれ違ってますね。あ、そうなの。源さんは確認できてますか。申し訳ない、寺蔵さん以外の確認がほとんどできてません。その後の千早さんはどういう風に動きましたか。そのまま左、一番左下のところで水をこう上げる、地下水を汲み上げるみたいな、タスクがあったんで、それをそのままこなしています。ボイラー室のあたりかな、それとも外の方のやつ。中ですね。中か。はい。もうちょっと時間ありそうだけどな。千早さん来てたんだって感じ。いましたよ。僕も見てない気がする。視野が広かったのか。現状、どなたが怪しいですか、皆さん。高田さん、ちなみにどこに入れたんですか。ナイトメア。僕喋ってなかったじゃん、別そもそもさっき。テラゾーがだいぶ白いってことぐらいかな。そう。僕あんまりね、最後先端とすれ違ったりか、ほぼ人とすれ違ってないから証明はできないです、ね。じゃあ千早さんとナイトメアさんペアで動きますか。別にいいっすけど。はい。じゃあ千早さんについていきます。ナイトメアさんと千早さん。はい。色もありえる位置。ウォータスさんはわざわざ嘘つくなら左にいたって言わなくていい。実際に最後ら辺に行ったのかもしれないけど、このスタートに。キリのタイミングがわかんないんだよな。決勝いけるかな。あ、そう。大丈夫かな。やめとくか。もう行ける場所ねえんだよな。おえー、ここ。サポータージュが起きないですね。ペアに一郎は絶対そうですね。でサポータージュ遅れてんのかな。見るか、シンテーズ。目撃情報もないんだよね、青と黒の。来てる。死んだ。ダブルだ。白。ラボ。ラボだね。二郎だな、これ。ないぞ、死体が。除染室の上。上。上の除染室ってことですか。うん、先端見たと思うんだけど、緑、トータスさんが死んだじゃん。うん。で、俺同じタイミングで見てたんだけど、うん、死んだから、ナイトミアさんとかが右に行ってるのを確認してるから、もしかしたらナイトメアさんやってたら、殺されてる可能性が誰かあるから、あ、これ標本室の方だと思って行ったら、なんとですね、源さんとトータスさんの2死体が上がってました。え、同じ場所に。2死体見たということですか。2
2死体あった。ゲンさんとトータさんの死体が2つ転がってた。同じ千早さんと中根さんの二郎ですね。二郎じゃないそれは。あの、私、心電図の、見てたんですけど、もう全く同タイミングで死んでたんで、二郎だなと思いつつ、レポートを連打しながら。寺蔵高田剣士、ずっと一緒にいました。あと、除染室下から、除染室から標本室行って、除染室上まで行った時に誰ともすれ違ってない。停電中だったけど。うん、僕は心電図から、なんだっけ、ラボの方に最速で向かったんで、その時すれ違わなかったんで、ダブルキルしてそのまま、僕は行ってますね。まあ、そもそも先端半径さんって最終位置エレクトリカルにいて2人だけで停電を直してる最中だったんですけど、そもそも犯行不可能だよ。高田健志寺蔵が一緒にいるのを見ていて、で先端と俺が同時に到達探しのを見てるから、うん、先端って到達犯行ではない。高田さんどっちに入れた？あ、俺ナイトペアに入れちゃった。OKOK。だって先端プラスアルファ千早ナイトメアも成立しないから、盤面上千早ナイトメアしか。本当にそうかな。だって俺ずっと千早さんと2人で一緒にいて、いだとしたら先端プラス千早とか先端プラスナイトメアだったらどちらかがキルタイミングのダブルキル見てないのにっていうのがありえないから、千早ナイトメアだけになっちゃう。先インポスターとはそこで原産やる必要ないんだよな。俺殺せばよくないと思うから。通報入らないのおかしい。先端魚以外は考えられない。他の可能性。それがおて。心電図見といてよかった。やっぱり二郎だったね。怪しかったね、二人。小田さんはやっぱり左にいたっていう、のが、ポスターの心理じゃないしね。さて、千早くん、何か弁明はあるかね。ただ、最終的にエレクトリカルのとこにいたっていう証言は信じてもらいたいですね。ダブルキルがあれだね、今日はインポスターフリーに働いてるの。そうだな、初手ね、ダブルキルされてるから俺と高田さん白で、今のターンでダブルキルされてるから高田寺蔵も白になっちゃって、で俺目線先端ってトータス殺しを絶対にしてないことが証明できるので、まあ、だから魚高田は一緒にいたって言ってたんだっけ、さっきの。いや、最初のダブルキルターンが魚高田が同じ。そう容疑者が3人で、トータスさんとチカヤさんとナイトミヤさんで、トータスさんはわざわざ最終的に左にいたっていう証言をかぶせに行ってるからね、自ら。だから2人ペア組んでいただいて、チカヤさんはインポスターで視野が良かったのかなって思っちゃいました。星。ちょっと覆らないかな、これ。って感じ。でもその場合でもさ、千早さん目線先端しかありえないから、先端釣ってくれて大丈夫じゃない？千早さん処刑して終わらなかったら。だって、魚、高田、寺蔵のこの3人って白証明できてるはずだから、トライアングルで。うん。僕朝はね、相対的に白くないね。そう。詰まっちゃった。いやだって殺してたら2人に死体が出てる。自投票してますこの人。いやきついよね。でもいやーなかったな、全然考えつかなかった。ナイトメアさんごめんなさい。いやこれね、僕がね大戦法をやらかしていて、先端が一旦一番最初の死体を心電図で確認したときに、僕キルクールタイム開けてて先端殺せたんだけど、カーソルがキルに合ってなくて、ひたすら先端をなぜ殺せない、なぜ殺せないってずっと追っかけてたんだって。そうなんだ。殺意満々で追いかけられてたんだ。いや俺あれでだから女性室怖いわ。先端をどっかで殺せて、直前で心電図とアドビン見ましたで、僕がちはやさんがサントスさんをストレージで、サンドさんの死体がストレージに転がってるのも確認してたから、それも言った上で真ん中のボタン押せたんだけど、あのタイミング殺せてたら。そこが運命の分かれ目でした。そうね、僕殺せたらボタン押されなかっただろうし、もうちょっとキルも出てたかもしれない。
俺らゲンさんな、除染室4人もおるから大丈夫やと思ったら、ものすごい勢いで殺されたな。いや、あそこのキルは尊敬でしたよね。ついてって、千早さんがあの 僕たちいた上から下に降りてって、うんうん、千早さんがアドミ見て、あ、上に2人いるなとも確認して、千早さんが上に登っていったんで、あ、これダブルキルするってことなんだなって思いながら、上に登っていってました、ね。うん、ドアが多くてかつダブルキルだとね、2人セットでウィーンって出てきて、その奥で何があったんだろうって見に行った時に、あ、死体2つってなるとね、自動的に二郎補足されるのでですね、割と室内でのダブルキルってこのマップだとそんなに強くないのかなって、まあ、初めて今回経験したんであくまで予想ですけど、ちょっと思いましたね。いやー、ポーラスでインポスターで勝てなかったのは心残りだな。室内キルは意外とこうバレやすいのかもしれないですね。うん、難しいですよね。両方が強いかもね、ここね。うんうん、結果的に絞られてしまう。綺麗にね、キルが決まればどんどん決まるけど、うん、なんかバレちゃうと苦しくなるからな。うん、ここで人狼勝てなかったらいつ勝てばいいんだ。さっきの魚さんが見つけたからこの展開になったので、うん、見つからなければね、残り2キルとかあっさりっていうのもありえるんで。うん、意外と紙一人だった気しますね。あそこで二郎確定を詰めれたからあれですけども。心電図強いな。強いんだよな。ですね。電図前にいるやつ殺そう。